はい、電気ついてる。ショーコレでございます。ミニの中におります。で、ちょっと時間が空いてるんです。先ほどのエリシオンお別れ、今からしてきますねっていう動画から、受け取りをしました。して、で、速攻で事前に予約をしていたナビを、取り付けを行って、で、ちょっと ETC は、後でいいかなと思って、ちょっと一気にやっちゃうと疲れるなっていうところで終わったんですけど、今4時半なんですよ。はい、ちょっと置けた。ですね、何から説明しましょうか。ナビ見ましょうか。ナビね。はい、現段階でこれがナビでございます。パイオニアカロッツェリアの、サイバーナビ。ここからブインって出てきます。で、ここ CD 入れて、ここがなんか、それぞれ、なんか SD カードとか入れてね、的なところでございます。で、このパネルね、これがカナック規格って言われてる、BM 系のこういったパーツを取り揃えてらっしゃる。まあ、他にも、外車などのものを使ってるんで、多分ですけど、ミニもどうせここに頼んでるんじゃないかなっていう感じです。で、このパネル、もともとここに CD オーディオがいたんですね。で、CD オーディオがいたんですけど、ここに、これが 1D って言われるこの厚さらしいです。で、この 1D と 1D、いわゆる、こっちが HDD なのかな？で、これが、まあ、液晶って考えると 2D、2D って言われるものらしいです。なので CD オーディオっていうのは基本的にこっちだけだったので、なんて言ったらいいんだろう。要はここ分、1個分下に全部下がったんですよ。この、なんて言ったらいいんですか。これ窓開け、ここでしかできないんですけど。で、じゃあこれがどういったデメリットを生むかっていうと、ちょっと見えづらいと思いますけど、というか撮影もしづらいんですけど、ここね、ここ若干の収納トレイだったんですよ。で、ここは使えないっていうぐらいです。デメリットとしては。で、じゃあこれどうするのかって言った時に、この、これね、これ鍵です。鍵を、差し込みますよね。差し込みます。あれ。鍵を差し込む。そうすると、自動的にこうやって、ほら、これ画期的でしょう。まあ、壊れやすいっちゃ壊れやすいのかもしれないんだけど。こうやって上がってきます。ちょっと今テレビ映っちゃってるけど。はい。で、各種それぞれ、ちょっと見えづらいかな。Bluetooth もつなげました。で、FM 系もパネルが全部触れて OK です。で、このちょっと見えづらいんですけど、最初メーターの下にあったここのボタンね。これ全部隠れちゃうんですけど、使うのはこの AM、FM ぐらいの時なので、てかもう多分使えないと思います。全部こっちに入ってると思うんで。です。で、私が追加注文いたしました、この、あ、すいませんね。ちょっとこの辺はね、いろいろと後でご紹介するものが入ってるんですけど、アームレフト、3段階です。ここまで上がったら降りますね。で、中は収納となっておりますが、何を入れるかはちょっと決めていないです。はい。で、これが電車みたいなサイドブレーキ。これなんかもともとついてたサングラス入れです。はい。でですね、今ちょっとまだ転がってるんですけど、これ。これがちょっとレーダーですね。レーダーが、僕が、エリシオに乗っていた時は、シガーソケット、ここにあるんですけど、シガーソケットから取るタイプではなくて、なんて言うんだっけ ?OVD2 アダプターっていうんですかっていうもので、つなぐと、なんだろう。水温とか、燃費とか、なんかいろいろもろもろ、わかるよっていう、なんかその、車の、細かな情報を取る電源っていうものが国産車には必ず出ていて、そこから取れるらしいんですけど、ミニにもね、そのアダプターはあるんですよ。このね、アクセルの、この、コードが出てるところから、開いておりました。で、OVD っていうのは基本的になんか国産車向けらしく、
よくわかんないんだけど、あのスイッチがあるんですよ、下にアダプターのところに。トヨタはこれ、スズキ、ホンダ、日産とかいろいろこれやってあれやってっていうのがあるんですけど、全部試してったら、マツダ車用っていうそのプリセットみたいなものをすると電源が入りました。これ今入れてみましょうか。映るかな。あ、ほら映ったね。うん、っていう形で無事着きます。ギャルもねちゃんと元気に言っております。で、あとこのミニには三角停止板がついていないということで、いつだっけ、シャープなんで紹介してましたね、あの緊急工具セット、あのケーブル、あの何、バッテリー用のケーブルとか軍手とかもろもろ入ったこのセットが4000円っていうものが届いております。中身全く一緒です。あのメーカーとかは違うにせよ入ってるもの全部一緒です。でバッグ、このバッグだけなんか若干エナメル基質で、ミニっていうロゴが入ってるだけで、何万も取られますんで、あくまでも僕の個人的意見ですけど4000円で十分かなと。で正直なんかスパナ、あとそのバッテリーのケーブルっていうものも僕 JAF 入ってるんで、バッテリー上がったとしても JAF 呼ぶんで使わないんですよね。とかなんかもろもろ考えると三角停止板だけでいいんではないかって思って、まあ、三角停止板で調べると1000円いくかいかないかぐらいなんですよ。なんでそっちでもよかったかなとは思いますけど、まあまあいいんではないかと思います。でちょっと詳しくね外観撮りたいんですけど、ちょっと予定詰まっておりますんで、ちょっとこの後仕事あるんで今日はちょっとこれぐらいかな。ただ走ってて楽しいね。大事なもの忘れてた。僕のねこのショーコレでいつもお世話になっているこのアイビスミニ X が、このように着きます。こうやってね見えますか、若干このように着きました。これで多分エリシオンと同等な画角になると思うんで、またねこっちにあの小林くんとか森谷くんとか僕のショーコレメンバーが乗ると思うんで、その際はお届けしようかなとは思います。ちょっと急がないと仕事に間に合わないんですよ。てか若干押してるかもしれないです、もしかしたら。うん行かなきゃいけないので、ちょっと移動時間ですか、そういったものは今からアイビスミニに切り替えます。よし、というわけで、私ただいまよりまずちょっと行く道にカーショップがあるんで、このギャルね、ギャルのコードがさプランプランしとるからコード止めるやつを買ってっていう感じです。行って、あともしかしたら ETC を見て、いやちょっと取り付けてる時間ねえな、まあとりあえずはい行ってきます。というわけでちょっとごめんなさい、今仕事でこの後メモリーカードすげえ使うんで2画面録画とか本当はしたかったんですけど、ちょっとこの子に入ってる SD カードを入れますんで、はいはい、パワーオフね。はい、というわけで以上です。まだ祈ってんだよ。行きましょうか。行きましょうか。では、もうない。いつも通り。ない。では、いつも通り、高橋さんに締めていただきましょうか。